皆さん、こんにちは。さて、現在、上杉軍に包囲されている猿ヶ京城。城主の矢沢頼綱による決死の籠城戦が始まろうとしているところだ。そして、城をズームしている。前回、知らなかった機能だ、真田忍軍の情報からやり方がわかった。前回の動画で城を見せながらもじもじしていたのを察してくれたんだろう。そう、ズームをしたかったけど、やり方を知らなかったのだ。これについて、公式様も色々なところで情報を発信してくれていたのもわかった。多くの方が知らなかったのだろう、主もその中の一人だったということだ。あと真田忍軍の情報を得たことで、志部分、勘違いしていたことに気づいた。この表裏卑怯の者の志特性効果。ここまでは、同盟を破棄した相手の心象が悪くならないと思っていたんだけど、違った、同盟を破棄したら他勢力の心象が本来下がるところ。それが下がらないということみたい。情報、感謝。あと、ついでに、志のことで伝えておくこと。今回の戦いで真田丸ともう一つ注目している特性効果がある。それは、この地の利。領内で決戦すると部隊の防御力が上がるというもの。引きこもりを続けるなら戦いはずっと領内になるので、すごく役に立ちそうな効果。ただ、まだ条件を満たしていない。初期にやった北条との決戦と、前回やった海津城での上杉との決戦。今まで、この2回しか決戦をしていない。あと1回、決戦で勝利すればこれも解放される。すごく楽しみなんだけど、滅ぼされてしまっては意味がない。ということで、続きを進めていくぞ。籠城戦とはどんなものかって質問はあったけど、工場側は、包囲するか強行するかを選択できる。そして戦いは、この戦略画面でその動向を見守る感じだ。現在の真田家は戦意が高いので、相手が包囲してくるならば、おそらく、かなりの長期間を耐えられる。ただ、大体、攻め込む側の AI は多くの兵を引き連れてきて、工場時は、その兵を活かして、強行を選択してくるよ。強行は城の耐久を削って落としてしまおうというもの。この、減っていっている数字が、猿ヶ京城の耐久だ。7000あった耐久がどんどん減らされている。ただ、思っていた以上に耐えている気がする。前回までは全く間に合わず落とされる可能性が高いと思っていたが、すごくギリギリの戦いになりそう、そう思い始めた。これは、沼田に向かっている柴田勢。来た、正幸の軍勢が来た。頼むよ、矢沢さん。月が変わり、冬になった。続けて見ていくよ。それにしても、これは、真田丸がすごいのだろうか、相手の兵、すでに6000は減っているぞ。しかし、耐久が危ないぞ。大丈夫なのか？頼むよー。おじきー。おー。間に合ったじゃないか。矢沢のおじきがやってくれた。やったぞー。敵は小勢じゃ、蹴散らすのじゃー。こっちは9部隊、敵は5部隊、そしてこちらは3倍の兵力がある。作戦は神出鬼没を試してみよう。ここは私にお任せください。姉さんが持ってる作戦だ。強襲隊を両端に配置し、その隊が奇襲に成功すれば効果の高い作戦。前回使った森林強襲と似たような作戦だ。回戦じゃー。今回は相手が陣を張っている。前に出て、陣破壊しつつ、戦況を有利にしていくぞ。井出浦さんの戦法、忍び物見で視界が広がるみたい。ただしこれを使うと、井出浦さんは2ターンコマンドを受け付けないみたい。次のターンを飛ばして、次の命令フェーズ。強襲隊の頼康に早掛けを使わせて、敵部隊への奇襲を狙う。大河ドラマでは、三十郎という名前で雪村を慕っていた武将だ。これは兄さんが敵を引きつけ、頼康が突っ込むという連携。頼康の奇襲は成功したけど、こっち鈴木さんも敵に奇襲されたようだ。奇襲を成功させたのは、上杉軍、加納秀春。以前の動画では、捕虜から真田家配下となり、その後、支柱として、そして、ネタ的にも活躍してくれた武将だ。さすがの活躍だが、今回も捕まってくれたら感動。次のターン、井出浦さんが鉄砲。左右、強襲隊には陣破壊の命令。陣も視界効果があるから、強襲隊を使うのは愚策だが、早いうちに陣破壊はしておきたい。命令終わり。左側で、雪村の奇襲成功。中央では小山田さんによる奇襲が加納秀春に決まる。奇襲で士気低下させていた左右の敵に部隊は回想。おせだぞ。次のターンの行動フェーズ。加納さんはさすがに固く、初期式も高いようだ。左右の弱い武将、兵も多くないので兵をゼロにして撤退させるぞ。左の敵は撤退した。この撤退は、かなりのポイントだ。陣破壊した頼康はその視界効果で敵に発見されている状態。ただ、しばらく離れた位置で動いていれば、また潜伏状態になる。川原さんも同じだ。命令終わり。こちらの強襲に部隊、再度潜伏。さすがの加納さんもこちらの強撃連続で士気が少なくなってきた。この人を回想させれば勝負は決まるか。人口価高いな。加納さんは回想したけど、勝負は決まっていない。しかし、何をやっても次のターンで終わりだな。終わった。被害兵数が670か。この辺りを考えていかないといけないな。戦意は真田がマックス、上杉はゼロになった。おお、捕虜がいるぞ。加納さん、来てくれ。春日元忠だった。だけど、投了できるじゃねえか、嬉しい。とにかく、真田は人材不足なんだよねー、やったぜ。そして、状況を見る。猿ヶ京城に正行が間に合ったことで、これは、しのげると確信している。武田軍、小畑景則は上田城到着まで9日。上田城は、城主は雪村なんだけど、出陣してる。城に残しているのは高梨内輝。大阪の陣、雪村に最後までついてきてくれた武将だ。よし、ここから沼田で柴田茂家を捕らえて撃破してから、反転、上田に向かって小畑景則を撃破する流れでいくぞ。真田の領内に足を踏み入れたこと、後悔させてやる。そして、時間を進めると。よし来た。これで、決戦をして3回勝利するの条件を満たした。志特性、不釈神妙の特性効果、地の利を解放。これで、決戦時の防御が上がり、さらに強くなった。決戦前に部隊の能力を見てみた。みんな、強くなったなぁ、おい。正行は、指揮120、攻撃114、防御125。これで決戦時に防御が上がる、地の利が加わるとどうなるか、だな。おっと、沼田の手前で敵を捕らえたようだ。柴田勢と決戦じゃあ。名ぐるみでぶつかった模様。目標設定した場所じゃなく、途中でぶつかると。そこで決戦が行われるってことか。今回の上杉軍は、旧部隊、フル出場じゃないか。これはこっち、ある程度の損失は覚悟しないといけないようだ。武田援軍で、西名盛信も加わっているな。史実では、高遠城で織田の大軍相手に奮戦した武将。好きな武将ではあるが、ここでは叩くしかない。上杉軍は、攻撃は高いが、妙に防御が低い武将がいるな。知力が低いのかな。西名盛信もそうだ。総大将の柴田茂家は強いな。バンダンエモンもいる。ここで正行の能力を見た。つえー。防御が150になってるぞ。地の利の効果は、防御プラス25ってことか。すごいすごい。雪村つえー。攻撃140防御134。副将をきっちりつけたり、軍事の新しい方策を提案させたりで、もっと強くできるはずだ。それにはとにかく人材だ。捕虜が欲しいよ欲しい。上杉武田には、このまま勝てると仮定して、来るべき、北条との決戦、西から大きくなってくる巨大勢力との決戦。それに備えて、どんどん軍は強くしたい。みなぎって、きたー。よし、作戦は、森林強襲だ。人が増えれば、選べる作戦も増える。使える戦法も増える。いずれは、様々な戦い方を見せていけるようになりたいと思う。開戦じゃあ。1ターン目終わり、敵の場所が分かった。どうやら、敵の道中での決戦になったので、お互い、陣がない戦いになったようだ。2ターン目の行動フェーズ。こちらは、いつもの横並びの陣で敵を迎え撃つ方針だ。柔軟な対応ができる布陣である。この形のまま行動フェーズ終わり。命令終わり。敵、先陣を発見。お互い陣がない場合の敵の動きがよくわからない。こちらは引いて、敵を深く誘い込み確固撃破を狙いたいところ。森林強襲部隊は左右、それぞれ端に配置している。相手も、引いたりするんだな。睨み合いになった実際の合戦でも、先に動いた方が負けるのが結構あったと聞いたことがある。石を投げて挑発したってこともあったらしい。命令終了。敵の居所が分かりましたな。相手も石膏で1分かってるんだな、これ。次のターン。今の何かが決まった音は、豊作の赤備えの効果で、初撃が強くなるってやつ。川原さん、なかなか逃げられないようだ。よしよし、敵は隊列が縦に長くなってきたな。命令終わり。森林に誘い込んだぞ。雪村で奇襲する。やりたい、前。よしよし、兄さんはまだ攻撃されていないな。策のある方がいるようです。鉄砲隊、車線が通っているのは井出浦さんくらいか。鉄砲隊は、鉄砲が使えないとき歩兵としても使えるので、鉄砲が使えないときは全然使えないってわけでもない。高価だからもったいないけどね。もし、物資に困らない勢力というものがあるならば、そういうことを気にしなくてもいいんだろうね。西名森信も森林に入ってきたな。奇襲を狙うぞ。命令終わり。あや、逆に奇襲された。森林はお互いが見えないから逆に気をつけないとね。よし、頼安の早掛けでの奇襲、気持ちいい。森林強襲隊だから効果は絶大。森の部隊の士気を一気に下げたぜ。よし、敵一部隊改装。川原さんは再度、潜伏できたみたい。頼安は再度離れて、地殻外からの奇襲を狙おう。川原さんも見つからないように、森林に伏せておきたい。ああ、これ面白いよー。命令終わり。掴んだ勝機、逃しはせぬ。敵の居所が分かりましたな。かかれ。よしよし、強撃で森信が改装。強撃と奇襲を重ねることで、自然と戦況は有利になる。頼安はまだ潜伏できていない。早掛けを使うと結構な距離の敵でも攻撃できるようになるので便利だ。それを使える武将、もう一人くらいは欲しいところ。川原さんも潜伏しながら距離を詰めていく。このターンは、こちら鉄砲隊すべて、車線が通っているぞ。放て、放てー。これが、我が策にございます。鈴木さん、もうそこは危ない。無理しないで引いてね。命令終わり。兄さんは敵を足止めしてる。そしてその敵部隊に鉄砲に部隊の戦車、どんどん士気を減らしているぞ。頼安はようやく潜伏完了か。よしよし、その敵は改装したぞ。いい連携だぞ。鉄砲の攻撃を継続させると強烈だ。このターンもさらに鉄砲が全て撃てるようだ。撃てー。撃て。頼安は、届くかな。早掛けじゃあ。早掛けを持っていない、強襲隊の川原さんは移動が大変だ。狭い、これは森林にいることになるんだろうか。命令終わり。気持ちいい。奇襲を受けた敵部隊はその後の強撃であっさり改装したぞ。そこから1ターン飛ばした後の行動フェーズ。その敵を撤退させて決めた。よしよし、無難に勝てた。こっちの兵、925減っちゃったか。おお、捕虜来た、捕虜来た。おお、二人も登用できる、柴田茂へ強いし。やった、嬉しい、嬉しすぎる。これだよ、あり地獄のように、雲のように。侵入してきた獲物を捕食して強くなっていくんだよ。よし、次だな。さっきの猿ヶ京城の籠城戦を見てると、上田城への救援も間に合うと思うんだよね。と言っても、間に合おうが間に合わなかろうが、ここから正幸を向かわせるしかなさそうだ。行軍指示を出すぞ。上田城まで40日か。ああ、わからなくなった。すごくこれもギリギリなんじゃないか。焦ってきた。上田城と沼田城は、総兵数の約半分ずつを持っているくらいの城だから、落とされると終わる。行くしかないな、進めよう。なんか、不穏な空気の武田軍部隊が出てるな、何してるんだろ。説明していなかった岐阜織田家が清須織田家に滅ぼされた。ああ。なんか、武田家が集結してるじゃん。ついに上田城が取り憑かれたな。この武田軍は進行ルートが出ていないな。集結して何するんだろうか。星名正光1万2600か。まずいな、これはあれか、わんこそばの可能性があるのか。何にせよ、何をするつもりなのかわからないと判断のしようがないな。進めよう。うわ、なんか出たぞ。上杉の方でも動きが来た、マジか。上杉景勝1万2900、自らか、なんだろ、この集結。ルートをギリギリまで見せない作戦なのか。やるじゃないか。いやー、これはあかん、まずいまずい。とりあえず、上田城だけは絶対に守らないと。飯山に集結で5日か。月が変わった。猿ヶ京の耐久は579。これは早く修復させたい。放っておいても、少しずつ回復するみたいだけど。修復のコマンドがあるから、これで早く耐久を戻せるのだろう。なるほど、耐久100直すのに金100いるってことだな、多分。ちらっと見えたけど、1ヶ月で直すって出たぞ。すごいすごい。マジでか。なるほど、これは真田丸。これだけ修復が早いと強烈に活かせるじゃないか。ただ、それでも、こうガンガン来られると危ないな。以降、上田城に向かいながら、敵の動きを見るしかない。影勝、集結が完了したみたいだな。もしかして、あれか、ただの警戒とか？公家さん来たか、今忙しいので帰ってください。小畑影則、めちゃくちゃ削られてるな、兵が3000切ったぞ。ちょっと待って、上杉、武田が同時に動き出したぞ。猿ヶ京に行ったか、まだ修復できてないんだよ。時間止めて。猿ヶ京到着、ここのカゴってなんだよ、早すぎるだろ。修復が完了しないじゃないか。マジか。武田援軍の合流がなかったら、こんなに早いのか。あ、でも猿ヶ京城は4600くらいまで修復が進んでるみたいだ。だけど、完全修復しない猿ヶ京防衛はさすがに無理くさい。上田城をとりあえず助けないと。あれ、何があった？海津城に向かっていた星名正光の軍勢と途中でぶつかったのか。これは、悪くないぞ。決戦は時間が経たないからね。海津城を守るために移動する必要がなくなったってことだ。一難去ってまた一難って感じで、面白いところなんだけど、時間が来てしまったよ。ということで続きは次回。では、またねー。